株式会社 RR デジタルメディアは東京都千代田区に拠点を置く日本のメディア企業であるグループ会社との合併後、株式会社外ッとプラネットに社名変更家族を大切にする30から40代の男性に向けたライフスタイル提案しマズロや社会や環境が良くなってそして面白いをテーマとした未来を作る SDGs マガジン外ッとをはじめとした 各種書籍の出版、オンラインメディアの運営、イベントの企画制作及び運営業務を実行する各子会社の管理運営、営業マーケティング業務を行っている。2018年10月10日、代表取締役の大久保清彦が創業。妻、子供、家族へとセトラ、一番愛する人と上質な時間を過ごすために、をキャッチコピーに、 家族を大切にする30から40代の男性に、向けたライフスタイル提案し、家族で過ごす時間にフォーカスし、ファッション、車、時計、旅、グルメなどの情報を展開。2021年5月25日発売の7月号を、もって、不定期観光化。社会や環境が良くなって、そして面白いをテーマとした未来を作る、SDGs マガジン。 世界の、そして日本各地のソーシャルグッドな話題を、一人一人の生活のヒントになる情報をお届け。1999年の創刊以来、スローライフ、ロハス、ソーシャル、ローカル、関係人口、SDGs など、社会をリードする様々なキーワードを発信。シンガポール発のアジア、ヨーロッパ、北米、ロシア、ドバイなど、ワールドワイドな展開をしている町。 ハイラグジュアリーメンズファッション雑誌ザ・レイキの日本版家族を大切にする30から40代の男性に向けたライフスタイル提案誌マズロのオンラインメディア2018年6月にローンチ本誌の記事転載やニュース記事ウェブ版のオリジナル記事を配信株式会社インタースペースと株式会社マズロオンラインの共同事業 社会や環境が良くなって、そして面白いをテーマとした、未来を作る SDGs マガジン、外こと2019年4月にローンチ。本種の記事転載やニュース記事、ウェブ版のオリジナル記事を配信。株式会社インタースペースと株式会社、外ことオンラインの共同事業。超ハイラグジュアリーメンズファッション雑誌、ザレイキジャパンのウェブ版。外こと編集長。 差し出カズがプロデューサーを務めるローカルの街づくりと街仕事の求人サイト、インターネットを中心とした広告代理事業、上場企業内新規事業部へのコンサルティング、ベンチャー企業の立ち上げ支援や女性向け EC サイトのブランディング支援、各種プロモーション戦略立案などを実施。ありがとうございます。